トマトスパゲッティにありがちな味こそげ感もないし、上とトペスかチーズがほんのり香って美味しいし、ウインナーはパキパキで美味しいし、本当にこれ、よかったね、美味しい、本当に美味しい。じゃーん、最近ね、ロゼ何々なのか書いてるんですけど、ロゼカラットポッキーが出ました。で、このカラットポッキーってのは元だったんですけど、今回ね、ロゼ味が出たってことで、じゃあ、食べていきます。ちょっと長めのね、はい、お餅が入ってます。この餅と、レモンソース、辛いソースとクリームソースですね。この辛いソースとクリームソース混ぜると、ロゼソースになるってことで、こちら3個が入ってて、見て、かわいい。かわいい。なんかこういう平べったいお餅。蓋をちょっと開けて、3分半。これ溢れ出てるんだけど、これはピンチなんですけれども。どういうこと？私こうやってちょっとはめて蓋を開けて手にするって思ったのに、すごい汚くなってる手にするのが予想外の展開でございます。ただ、はい、これが完成形の、なんだっけ、ロゼカラットポッキーでございます。で、見て、美味しそう。なんか、お餅がさ、ちょっともちもちっぽくない？こんな感じで、色もね、ちゃんと、混ざってロゼの色になりました。なんか、結構スープとポッキーっぽいですね。じゃあ、食べたいと思います。多分みんなこれ、赤ちゃんのシレッキーって思った方いるんですけど、違います。ん？何も同じ。甘みがめっちゃ強いんだけど、かといって辛くないわけじゃないんだけど、ロゼの味より、普通のポッキーの、めっちゃ甘みのポッキー、あんなにスクリーンソースより、ロゼ感がほぼないんだけど。ロゼ感ほぼない。全然まずくはないけど、私がみんなに食べてほしいロゼポッキーのロゼの味じゃない。じゃじゃーん。はい、こちらもおっくりです。おっくりのこれ、この胡椒のね、バージョンラーメンです。同じようなデザインで使われてるんですけど、その胡椒ラーメンです。胡椒ラーメンで、冷蔵庫みたいな感じで、胡椒味になるんですね。これでも全然辛くないので、ちょっとレビューしていきたいと思います。今回ね、結構カップラーメンが出てですね、先にメロンオムラーメン、辛いおでんラーメンが出ました。で、今回ラーメンをこれ食べるので、これはね、また週末ライブで食べたいと思います。じゃーん。はい、またカエルくんですね。カエルくんの塩のトップラーメンっていうのが出ました。めちゃめちゃこんなスッキリした味みたいな感じで、この2つがね、出ましたので、週末ライブで食べてます。はい、じゃあこちらね、辛くないであるラーメンです。じゃあちょっと開けてみて、お湯入れて3分です。粉末スープが入ってます。めちゃめちゃ入ってる。こんな感じデザインがさ、可愛すぎないということで、ここにあ、なんか胡椒みたいなんだけど、胡椒じゃないわ。あ、すごい。なんか一瞬にしてさ、日本のラーメン屋さんみたいにするわ。なんかよく考えたらさ、日本の胡椒みたいに使わないよね、韓国の胡椒。韓国料理で胡椒って本当になんか風味って感じで使うけどさ、日本のさ、醤油ラーメンとかカクテリンさんとか、あとはにあのチャーハンとかにさ、めっちゃ胡椒入れてさ、チャーハンの醤油入れてるけど、そう思うと韓国って胡椒そんなに使わないかもしれない。めっちゃ辛くないです、私みたいなラーメンです。うん、まあ、絶対美味しいと思ったからさ、スープラスなんで買っといたの。ネット正解さん超美味しいんだけど、買っといてよかった。本当に全然辛くないです。これは美味しいわ。これ食べ終わった後ご飯に食べても美味しいと思う。